お、綺麗な色に焼けてますね。ちょっとオリーブオイル垂らすのが好きです。どうも、リュウジのお兄さん、シュウジです。こんがあるですね。超健康的なディッシュ。私ですね、実は裏でこそこそこういう安飯食ってますっていうのをね、やっぱ見せつけた方がいいと思うんで、皆さんにオートミールを使ったですね、超痩せオムレツ。なんとこれね、オムレツなので腹いっぱいになります。名付けて超痩せオムレツ。これを作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料、まずオートミール、これ 30g ね使います。で、ツナ缶、シーチキン L 缶を1缶。これね、別にね、気になる方はね、あの水2缶でもいいですよ。で、卵が3個で、ブロッコリー、今回冷凍使うんですけども、冷凍解凍して使います。あのこれからレンジチンして解凍しますけども、別にね、普通の生のブロッコリーね、あのレンチンして食べられるように湯がいたものでもいいです。とにかくブロッコリーを用意してください。 140g。 調味料は概要欄に書いてありますので見てもらいます。ということで、今回ね、超野生オムレツということなんですけども、作る上で何が重要かというとね、超野生酒をね、用意することが大事だと思います。ということで、今回蒸留酒飲んでいきたいと思います。今回はアルチューバー新酒号、一番太りにくいお酒なんで。だからもう僕一番好きなのは日本酒なんですけども、祝い事の日しか飲まない。いただきます。はい、乾杯。くー、テンション上がってきた。はい、じゃあやっていきたいと思います。じゃあね、まずね、これね、ブロリー解凍したい。2分30秒で解凍できるみたいな。生のブロッコリーでもね、これぐらいの量で1分30秒やれば結構ホクホクになりますんで、それぐらいで試してみてください。普通のブロッコリーぐらい柔らかくなったら大丈夫なんで、1分半から2分ぐらいで大丈夫だと思う。どちら使っていただいても構いません。その間に、ね、あのちょっとあのシーチキンの油を抜いちゃおうかな。ツナの油って結構ね、旨味たっぷりなんで、この油に使っちゃおうかなと思います。はい。でもなんか全部使うとやっぱ脂質が多くなっちゃうんで、ちょっとだけ垂らして、あとはちょっと取っといてください。水煮でやる方はね、あのオリーブオイル小さじ1垂らせばいいんで。で、油抜きました。はい、じゃあ解凍終わりました。で、これね、水気切ってくださいね。これね、水気切っていただいたらね、もうこのままね、ハサミでね、こうやってもうジョキジョキしちゃ、もう面倒せえからね。はい、ここに卵割ってきます。はい、卵。はい、で、オートミール、もうバッ、で、チキンもバッ、チキンもバッ。これでお肉が生まれます。で、コンソメ小さじ1と1/3、これぐらい。塩コショウパラー、あとブラックペッパー、思ってる3倍。もうすごい見た目してますけども、これ混ぜていくんです。オートミール、これふやかさないでいいのっていう疑問あると思うんですけども、いらんです。卵の水分で全然大丈夫。ほら、ボリューミーのグルービーのドリーミングで、ここでね、ちょっとね、水をね、こう大さじ1杯入れたらいいです。ちょっとふっくら仕上がるんでね、これいいですよ、すごく。よーく混ぜたら、今度焼いていきます。温めていきます。弱めの中火ぐらいでいいですね。温まってきたんで、じゃあちょっと流し入れます。これポテ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 ってなってますね。まあ最初ちょっと中火で、ちょっとスクランブルします。感じとしてはね、スパニッシュオムレツみたいな感じですね。あんまり強火でやっちゃうと焦げてしまいますので、この感じでね、ぐるぐる混ぜて、絶対ちょっと火が通ってきたなと思ったら、強めの弱火っていうんですかね。で、焼いていきます。蓋します。蓋してね、だいたいね、2、3分ですね。2、3分、ちょっと2分で様子見てみましょうか。2分経ちました。どうでしょうか。ちょっとね、こうヘラでね、周りをね、こうやってやってやるんですよ。ちょっとね、これひっくり返したいんで、蓋に乗せて、でひっくり返します。よっ、お、綺麗な色に焼けてますね。蓋に乗せてね、あのひっくり返すやり方ってすごく、あの僕結構使うんですけども、やった方がいいです。これを作る上で、あのテフロンパンがいいですね。やっぱりあの僕はもう今回テフロンパン用意してますんで、テフロンパンの方が焦げ付きにくいです。あのテフロンパンじゃないのをやる方は、あの油もうちょっと多めにしてくださいね。で、これでもう一回蓋をして、表面で2分くらいやればいいでしょう。これはじゃあ、これもうお皿に持っていく感じでいいかな。これも滑らして、ほら、おいしそう。そしたらね、これ切り分けましょう。で、切り分けます。はいはいはい、こんな感じで。で、まあ最後に僕はこしょうジャンキーなんで、黒こしょう、パセリ、
で、まあまあ脂質わかるんですけども、僕はちょっとオリーブオイル垂らすのが好きです。こちらで超痩せ僕です。完成でございます。はい、それではやっていきましょう。で、食べていきたいと思います。いただきます。くー、じゃあもう、マジで取ろうか。じゃあ、いただきます。うまっ。うん、これちょっとやばいぞ。痩せとかそういう次元じゃない。まず味としてうまい。ブロッコリーの食感とツナの肉っけ、そして卵がふわふわで、一番重要なオートミールなんですけども、どこにいるか分かんないですね。でもね、この卵にめっちゃボリューム与えてくれると、これ酒飲めちゃうな。これ結構一時でボリュームあるんで、半分食ったらもう結構満腹ですよこれ。いいレシピ見つけちゃったな。これは最高ですよこれ。満足度がマジで半端ない。じゃあ達也乾杯。いいです。大丈夫、いただいてください。うん、おお、うまい。超うまいじゃん。うん、想像してたのと違いましたね。結構ブロッコリー感もあって、うん、おいしい、おいしい、めっちゃおいしい。めっちゃ食ってる感もあるし、ちゃんとブロッコリーの味するし、不思議の、めっちゃおいしい。うん、うん、普通のオムレツで朝食を取るよりうん、うん、これで取れば、うん、これだけでめっちゃ満足感ある。満足感ある、ほんとにうまいじゃん。なんかおやつみたいな感じ。おやつもいいかもね、うん、お子さんとか絶対好きだと思う。糖質、うん、気にしない方はケチャップとかやっていただいてもいいですし、あと粉チーズとかも、もともとスパニッシュオムレツだからチーズ合うんで、うん、むしろチーズ好きな方はちょっと配合してもいいかもね。これめっちゃ美味しいです。ういっす、ごめんなさい。えい、じゃあそれ全部、それ全部飲むって、はい、ということでこの超痩せオムレツどうでしたでしょうか。これマジでやった方がいいですよ。超簡単にできる、包丁も使わずにこんだけ美味しくてボリューミーなオムレツが作れる、そんな私は特別な存在ということで、リュウジの痩せバズレシピ、これにてお開き。また来週。やっぱね、超痩せ酒をね用意することが大事だと思います。あのまあ厳密に言うと別に酒って痩せないんですけども、太る酒と太らない酒っていうのがあるんですよ皆さん。で、太る酒っていうのは糖質が高いものですね。日本酒、ワイン、あとビールですね。こういったものはやっぱ体に蓄積しやすいんですけども、僕のおすすめはね、蒸留酒、蒸留酒、焼酎とかウイスキーとか、あとラムとかウォッカとか、そっちのスピリッツ系ですね。蒸留酒はですね、糖質が全部除去されてますんで、お酒飲むんだったら蒸留酒の方がいい。